ビストラセキコ内東部にある港湾ロシア連邦カリーニングラード州のカリーニングラード市に属する国際貿易港、漁港、河川港の3つで構成されているビストラセキコに位置し波浪が少なくバルト海沿岸のロシア領で唯一の不登港である定期コンテナ船がオランダ、イギリス、ドイツ、ポーランド リトアニアの各港との航路に就航している。1901年に開作されたカリーニングラード運河を経由してバルト海より直接大型船の入港が可能となっている。1991年5月に外国との貿易港として開放されている。ふ頭は全長1 7トルでカリーニングラード運河の北側とプレゴリャ側の河口に位置する。国際貿易港であるため、 あらゆる種類の貨物を取り扱う。港には20のバースがあり、全長は3キロメートル以上で、そのうち18箇所が貨物用である。穀物及び肥料の取り扱いは、穀物不当、肥料不当、液体肥料不当などの専用ターミナルが使用されている。港の区域には13の貨物倉庫があり、総面積211.6万平方メートルになる。 カリーニングラード漁港は1947年7月21日に供用が開始された。東プロイセン時代には沿用漁業は行われていなかったが、1948年6月にアイスランド沖での最初の沿用漁業を開始した。港では冷凍の魚や肉、食料品、肥料、容器、建材、石油製品、バルク化学貨物などを取り扱い、外観草。 沿用漁業のための21バースと沿岸漁業の5つのバースが含まれる。漁港には臨港船が付設してあり、港が保有する機関車、入れ替え機にさばき場がある。河川港は1946年に供用が開始された。港は川口から6キロ上流のカリーニングラード市内のプレゴリャガーの右岸に位置し、3地区に分かれている。ありがとうございます。